わ、マジか。うわ、すげえ緊張する。で、行かせてもらった現場が、まず写真こちらです。え、これ、はい、ただ唯一、よくわかんないけど、産後で、産後って何？これ調べてみても、全然その歴史出てこないんですよ。だから、ここから仮説なんですけど、消えたと思わせた方が都合良かったんじゃないかなと思うんですよ。またお会いしたいと思います。僕に見せます。それではさから、さあ、国民会談と僕たちがやるべきですよ。これはもう先輩にそんなことさせて、僕本当ブリーフ買えばよかった。本当に本当にありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。イベント直後ですけれども、はいはい、ちょっと皆さん、どうだったかなというところで、ね、感想をお伺いできればなと。初めにいいですか。はい。上でですね、周平さんに仕切ってくれって言われました。僕がどうしたんですか。こんな状態です。こんな状態です。目が死んでるじゃないですか。株で失敗しちゃった。お菓子、飲み物も、ね、飲み物いいかもしれない。元気出す、はい、ブリーフタウン。ブリーフタウンじゃないです。違います。ハッピータウンじゃない。思い出させちゃダメですか。っていう感じなんですよ。はい、どう、いや本当僕みたいなもんが用意していただいたお菓子を食べれるような人間じゃないんです。そんなことないですって、シュエさん。少なくともこのね、うん、このこちらの舞台上の人間はもう、はいはい、うん、芸人魂よね。はい、うん、いらない、いらないですよね。うん、ま、ちょっと言ってほしかった。マジレスじゃないですか。マジレスじゃないですか。これマジなやつです、シュエさん。本当に終わった直後、スタッフさん何人かに、はいはい、本当何しだすのかと思って、そっからなんですよね。はい、そうですね。ちょっと本当にお返しします。そうなんで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 す。いや、本当に僕もね、一緒にね、できればよかったです。言った本人が忘れてるんですよ。なるほどね。はい、本当に打ち合わせなしだったんです。打ち合わせなし。で、直前のこの YouTube の方で、もともとその、何て言うんですか、周平さんと僕が2人で、ブリーフ階段対決みたいな、するみたいな話があって、で、それが実際はないんですってなったところで、僕が直前の YouTube で、なんでやんねえんだよみたいなことを言ったんですよ。で、それを、先輩が真に受けてしまって。真に受けて。同じ2人揃ってたらね、ブリーフ階段が。あ、まあ、もしかしたらできたのかもしれない。より地獄ですけどね。昨日夜の街ブリーフ探して走り回ったらしいです。なかなか手に入らないですからね。すぐね、持ってるかどうかも。本当にだから今後ね、はい、もしそういうものを手に入れたいという方に一応情報としてお伝えしますけど、はい、ドンキホーテには売っていない。情報ですよ。すごくおしゃれなボクサーパンツがたくさんあるんですが、白ブリーフは。ちょうどいいやつ。そんな話はちょっといいんですけど。言っちゃいますもんね。今もう素晴らしいね。皆さんも来ていただいてますので、ちょっとやっぱり、そうですね。はい、今日の感想を皆さんにちょっとお願いします。はい、じゃあちょっとですね、あのエグい写真をですね、ボンボン出していただいた谷さん。これは本当にまだまだ、牛田さんには見せないと思って。あれ、実は1枚まだ出してない写真。やばいんですよ。これはちょっと内容は言えないですけど、ちょっといい加減にしてください。そのトーンですげえことやばいんですから。見ちゃった。すごい。ヘラヘラしてますけど、やばいんですから。やばい。一番やばいんですから。そこに住むんですもんね。そうなんです。いや、だから本当にちょっと
病気か。いやもういいでしょそれ。ずっと言ってる。ずっと言ってる。ハウスダストがとか。そうマジでね。いやまあもう病気怖いですよね。確かに。いやでもまあ楽しかったですね。まあ本当本当に犬立つだけですけど。実際どうですか、あの板の上といいますか、あのお立ち台の上で。あのね、お立ち台も立たなくてよかったから、めちゃくちゃじっくり聞けたので、ね、4人で聞けたので。皆さんの続きを聞いた。タイタイさん今度どうですか、お立ち台。お立ち台ですか。はい、えブリーフあるかな。そこではないです。ないそこなくてブリーフ知ってますよ。どんな顔。なんなんブリーフ。ブリーフの話まずそこですね。なんか実験的に本当ブリーフ階段だけでやってみます。これどこに売ってるかも知ってるから。手に入りますもんね。戦艦のブリーフ大丈夫。もう履かせるんですよ。あのエンディングもなぜか一人のお客さんが見たい。階段じゃなくてブリーフの代わりだとは思わなかった。すごいですよ。でなぜかまたねエンディングでってことにちょっとなってしまった時に千賀さんが横で横でせっかくいい空気だったのに。台無しですよ。そんな千賀さんどうでした。ブリーフでごめんなさい。ブリーフ置いといていただいて。いやもう本当に楽しすぎて、もう一視聴者じゃないですけど、観客になって口ポカンと開けながら皆さんの話、みんな話がうますぎて、ネタも濃いし、あとあのお立ち台に島田さんも言ってましたけど、あそこに立ってお客様が入ってスポットライトを見てる語り手の背中がかっこよすぎて、かっこいいって、これこっちから押されたいって思いました。こうだね。一番誰がありますか。いやそれは島田さん、ブリーフさえが。島田さんに惚れた。惚れますよ。でも兄貴もかっこいい。みんなかっこいい。本当に、ね、猫は。猫さんもかっこよかった。いやそれは。猫さん。そうでもなかった。こけたんですからさ。動きが決まってたんですよ。兄貴さんもかっこよかった。ありがとうございます。みんなかっこよかった。そう、千賀さんやってる時ね、僕ね、綺麗な人だな、綺麗な人だなって言ってたんですよ。千賀さん、綺麗だな。話ちゃんと聞いて。怖いんだから、これはね。怖いんだから。俺さ、怖いんだから。見事な語り口でしたね。マジでもう引き込んで。2カ所か。え？関東の人全然気づかない。三カ所噛んでたけどな。ブリーフ。ブリーフ。ブリーフ。怖いですね。怖。三カ所噛んでたけどな。いやでも素晴らしい会話ありがとうございました。本当に楽しかったです。勉強になりました。いや本当にね。ありがとうございました。そしてタックさんです。ありがとうございました。タックさんは。おしゃれが流暢なんです。いや本当。楽しかったーってぐらいですね。反省とかなんか、俺もっともしたかった、よかったなっていうのも、楽しかったなーが一番です。前回本編では、お立ち台立っていただいて、はい、あ、はい、今日に関してはどうなんですか。僕聞いてるんです、前情報で。そうですね、昨日ね、ホテルに泊まってる時に、ホテルのベッドでお立ち台に立つ練習してたらしいです。恥ずかしいじゃん、それ。言わない、言わない。恥ずかしい。全然違うんだ。ほぼ処刑台です。ストーンってね。タレスさんがそのリハーサルの時に、あそこって穴開かないですよねみたいな言われてたんですよ。そんなレベルじゃないですか。階段誌の血で赤いんですもんね。ちぎれてた。ちぎれて。誤解かんだやつ死ぬんだ、あそこで。ほぼその血はガンジーさんなんですよ。ガンジーの血ね。傷ついたなって言う。今日の周平さんの血も入りましたね。周平さんの血も。周平さんの血も。こんな大差ある。すごい身を守ってるじゃん。ものすごく気になる。何回も言いますけど、最後なぜか一人のお客さんからの、おかわりがあって、あの体勢でまとめしてるっていう人間の気持ちが。そうでしたね。でもタックさんの話もね、興味深かったですね。興味深かったですね。興味深かったですね。ロマンがありますね。
会話いると思いますね、僕も。全部、みんなさんの話解説してくれるから、めちゃくちゃ助かる。ああ、やばいな。たまたま結構知ってると補足できる話があったので。いや、マジで何年後かね、後にジャーナリストになっててもおかしくないぐらいの説得力でしたよね。あるかもしれないですね。すごい占いの方から、陰陽師関係の話でさっきちょっと上でしたから、その方から、あなたは30過ぎた時に紛争ジャーナリストになるわよって言われて、あの現地に行った時に私のことを思い出すわよって言って、だから30超えたら、ちゃんと話し方も、私はに返されちゃって。あれになんなきゃいけないわけですね。励まるかも、自分のオリジナリティ。猫は？あれ？あ、全部閉まったんですか？あ、全然ね、これさ、でもみんなの前では失礼にならないで閉まった。出ようとしてます。出ようとしてます。必死に押さえてます。この方がどうでした？実際今日。鳥だったんですけど。まあ、そうですね。本当にいろんなジャンルのね、お話がバーって出てくる中で、もう自分の出番っていうのがね、もう本当、時間との戦いというか、はい、本当にそういう中で、必死に話させていただいて、はい、それを見守るお客さんがいて、はい、温かく見守る夕日があり、はい、そして下がっていくこの空気のテンションがあり、はい、全然受けないみんながいて、はい、本当すいませんでした。なんでこんなことやったの？どこまで来るんだね。普通に思わなかったよ。ものすごく情報量が多いお話だったので、間違いなく伝えるっていうことが大事だと思うんですけど、そこの部分に関しても緊張というのがすごかったんですね。でもしっかり多分まとめられたかな、楽しかったです、緊張感あるみたいな。今回は挨拶もね、ありがとうございます。私がやってる。いやいや、すごいな。久々ですよ。そうですね。もうちょっと練習してくればですね。それはあなたのシャボンだから。そうですね、裏部屋の前説の裏でラムジェさんが滑った回数数えてます。そうだ、ハマってない瞬間にバッってみんなの方見て確認する。やめろよ、経過教えていただいて、4スペに1グリーン。ふざけんなよ、お前。ほんとに4スペに1受けで受けはしたんだよ。はい、よかった、しましたね。致命的なのが声がちっちゃい。試合に負けて勝利に負けてる。両方負けですよ。両方負けてる。そしてこのアドちゃん、途中で今ここに来ました。どうしたんですか。たまにあるんですよ、このグーが出る。グーは出ない。一生懸命それ説明してくれてるんだけど、全然分かってないんですよ。ピンとこない。なんていうんですか、こう胃がバーって勝手に吐きそうになってくるみたいな、吐きやすそうになるって。でもこれが中身っていうか、その粉が出てくるかどうかの確証がないから、あ、ちょっとまずいなって。ああ、出ちゃったね。出ちゃったら入っちゃうかもしれない。ペペって、あの黙って後ろ向いてゲップすれば、まあ多分平均なんですけど、それがもうもし出てきてたら、もうね、テレビでも YouTube でも出せないように本格のやつになっちゃうから、ちょっと一回外れようと思って。それがもう1枚目だった。出てたんですね。で、もう俺多分映像見てもらえば分かるんですけど、返したんです。で、まあなんとかもうここで濡れたら自分この後すぐ来るだろうし、うん、そろそろもう話せなくなっちゃうなと思ったから。それこそプロデューサーのドッキリとか思いましたよ。どうですか。そんな思いましたよ。どうなんだろうね。マジっす、マジっす。うわ、1枚目からレイコさんが出した写真でしょ。そうです。あれなんかまずいよ。これは確かにそうなんですよ。でなんか変に波長があったのかわかんないですけど、トイレ行って、あの、うぇって、あ、体が弱かったと思って戻ってきて、で、ちょっとここで待ってくださいって台袖で待ってるんですけど、ずっと、袖で聞こえてくるんですよ。あ、防空壕の話もさっきあったし、なんか気持ち悪いなって、空耳であってほしいなと思いながら、ずっと待ってて、っていうのがあって、で、まあ、千賀さんの話終わって、フリートーク終わってから戻ったんですけど。怖っ。一番食らってるじゃないですか、今日。あんまないっすけどね。怖いですよ。そして、は大丈夫です。あ、僕は忘れてる。いや、でも
お子たちに立つタイミングなかったじゃないですか。でもブリーフ兄さんのおかげで、お立ち台を兄ね。ブリーフ兄のおかげで、やっぱりあのブリーフ、ブリーフからじゃない、あのお立ち台からのお立ち台とブリーフ間違いない。だから景色を見れたのはすごいやっぱありがたいです。なんかあそこに何か行かせてもらえる一歩を踏み出してもらったブリーフ兄のおかげ。ブリーフ兄が泣きそうですけど。本当かな。出世みたいな感じです。2回ほどブリニーが打った時に変な間あったじゃないですか、はい、あれ何なんですか。あれ本当に1回目も2回目もマジで、初耳の時いつも、はい、なんとなくお話こういうのって言って考察みたいなの言わせてもらうじゃないですか。そうそう、今回に関しては話とかもその場で初めて聞くんで、はい、マジで怖いなと思っちゃって。あー聞いててですね、はい、うん、まだ理由になってない。僕がこう聞いて なんとなく走り出すじゃないですか。あの話は完全な間やったかな、はい、だからもっと考えて怖いしか出てこなくて、怖いですってダメだな。でも課長が言ってたのかわかんないですけど、あの質問来るタイミングで大体川口さんの霊が客席に座ってました。で気持ちがもう客席にいました。もうそっち行ってもらえないし、一番だから特等席でした、はい、怖い話の感想は出てこないのに、はい、その後なんかメガネの紐の話、谷さんの話めちゃめちゃ見る人に聞き始めてる。あれやっぱ擦ってるからかもしれない。カミチ君は後で大人の方に怒られてください。一緒に行こうね。そうですよね。思い出した、えタックさんもやってましたよね。ちょっと今回階段のイベントなのにちょっとそうちょっと欲しがっちゃう。あれ審議審議あれあれね、あそうだやってましたよ。シフトさんにだけは言われたくない。ここは趣旨に沿ったですから。趣旨に沿ってたんすか。あれだってモーモーさんまず写真出してうわ怖えなって言った後に、で僕も正直その鑑定が出てきてそこから順番とかしてるわけですよ。あそうです、ね、あ次タックさんなんですね、はいはい、みたいな感じで、はい、もうこれどんな写真出てくるんだと思ったら1枚目、はい、だからワロスグス行くと思ったんです。ああ違います違いましたって結構皆さんしてくださいまずの宅急便に出てくるトンボの実写版ですからね。マジかーって言ってますけど、あれ言うとか挟んであれがまあ1個あって、まあまあでもそういうのがあるかと思って、でもうこの兄貴が優しいから、あでもこれありますけどね、次そこは怖いですよ。いやすごい空気感で、すごく空気感でね。そうでしたね。このどこで入手したんですかの写真。いや、あれはなんかで、ね、僕ブログにあの写真で一回上げたことがあるんですよ。めちゃくちゃ昔ですね。めちゃくちゃ昔です。はい。でそれがいつの間にまあでもフリーソーダみたいな感じ。流れてますよね。最大中学生みたいなのフォーマットみたいな感じで今日使ったんですけど。で僕の小学校の時は卒業したんですよ。相当昔に僕は入手して10年前ぐらいですけど、あったんで、あこれ写真の時1枚出したいなと思ったんですけど、はいはい、だからモーモーさんってこの僕の真面目な人となんかモーモーさんで振ったみたいになるのがちょっとなんか失礼かなと思って、はい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 、1枚ちょっとあの自分の気持ち悪いみたいなのがあったんですよ。なるほど、あそうそういうのがあって、そんな振りがね1枚目なんか そういうことはそうだったんですよ。失礼ですよ。全然ないもん。それはなんか3枚にしといたらいいかなと思ってっていうのがあって、ただ2枚いい面白い写真があって、3枚目に3段落ちだと思って、ただ3枚目ちゃんと怖いって感じで、めっちゃ怖いですよ。20年通しだからね。めちゃくちゃ怖かったな。前見た時確かに違いましたね。どんどんさっき見た時と比べると違った気がしますね。あれは怖い。危ないですね、あの写真は。あーちゃん、はい、どうだったんですか。私ですか今日。いやだから一番ちょっと文句言いたいのはですね、文句ですよ。お私はお、あの僕はあのお立ち台に行くときですね、はいはい、まあお立ち台だから、はい、なんかこう千代さんボケたし、はい、なんかやんないといけないなと思って、はい、まあ浅草だしタップダンスだなと思って、はい、やって、はい、そしたらツッコミさんボケですか、はい
で誰が突っ込んだのかと周平さんでしょ。いやブリーフやったやつに突っ込まれたか今と思ってね、私はねそっからね絶不調でした。まさかの文句って俺に文句だったの。いや、僕らは冗談ですけど、本当に。だから、ね、千賀さんにね、言われてましたけどもね、はい、ちゃんとね、リハーサルでもやったボケを、全く同じやつを本番でも、100% でやれる。恥ずかしいですね。感謝のしなき出ましたね。あれは、舞台役者さんなんだなと思いましたね。毎回やるできるっていうね、素晴らしい才能の皆さんですね。ガンジーさん舞台役者さんだった。同じやつ。ね、いかにもね。そう。本当にいい加減にしましょう、千賀さん。コメントをね、千賀さん 見るんですよ、YouTube の。そしたらもう、ガンジーに代わって千賀出せっていうの多すぎちゃって。初耳の音声ですか？そう。そうです。よろしくお願いします。一応考えてください。これがね、もう実現しそうで怖いですけどね、本当に。で、今日は何点なんですか？僕ですか、はい、130点です。230点、200万点中ですよ。数字のボケは結構ベタなことするんですね。舞台役者いくつか。いや、最後、シュエさん。シュエさんですよ。もうね、総括していただいていいんですか。でも、まず、モクさんですよ。モクさん、ね、もう、例えば、前説から、ね、まあ、そうですね、やってくれて、で、お話も、こう。やっぱ、重めのちょっとやりましたけど、結構、あの話ってするのきついんですよ。さっきも子供いてるんで。なんか、でも、とりあえずはやっとこうかなと思いまして、投げて、で、僕的に1個、はい、タックさんがその1枚目の写真出した時に、僕あれすぐにタックさんだなって分かったんですよ、はい、ですぐボケてきたなと思ったんですよ、うんうん、そしたら知らないみんながですね、タックさんって知らないみんなが、はい、本当に心霊写真なんじゃないかと、そう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 、それは仲いいから2人が。何て言うか前に全然違う顔だとかね、だいぶ変わったなって分からないから、まあ、普通にふざけたね、ちょっとこう、う男性が後ろになんかどっかに映り込んでるとかね、心霊写真だったら、もうすぐに気づいて、その空気にいけるから。だから1から10まで全部説明しましたね。僕から端は全部、ティッシュも1か、ティッシュも1か。何に使うんだろう、何に使うんだろう、ちょっとこれ一人で説明させられてすげえ寂しそうな世界。タックさんって分かんなかったしね、朝顔が捕まると思ってたけど、いやでも本当に僕は面白かったんで、また時間もできたらいいなと思っております。はい、嬉しいです。いいですか。はい、じゃあもうすいません、ちょっと一回はげていいですか。本当にもうね、こういうね、初耳怪談というね、はい、もう番組始めていただいて、はい、テレビ大阪さんはじめね、はい、ペニオさんね、はい、でもスタッフの皆さん本当にこういつもこうやりやすい環境で、はい、でこうやってこうゲストのね皆さんもすごい3人って言うたわけだよね。すごいですね。これ揃わないですよね、はい、だって最初ほら七不思議のお二人のね前説の時にぶっちゃけゲストの方を見に来たっていう人って言ったらもうほぼ拍手だったんですよ。まあもうまあまあまあはい、で今回テレビでも YouTube でもねできないやばい話っていう結構無茶なオーダーにも本当参加と答えたらさ、はい、
で、それこそね、日々 YouTube 上げてるっていうタックさんなんかが初おろしのネタ出してくれたんですよ。で、皆さんもそうだったわけじゃないですか、はい、本当にもう感謝しかないな、ありがたいな、お客さんもあれだけ集まってくださって、配信も見てくださってっていう中でね、あのそういうのをひしひしと感じれば感じるほど、うん、俺何やってんのか大丈夫です。まあちょっとこれだけはあの宣言しますが、今日の帰り、はい、車内で、はい、イーグルスのデスペラードを聴こうと思ってます。いい歌ですね。死にますよ。演奏のピアノで泣いちゃうんじゃないかな。まあだからトムさんにだけは、ね、一応これ渡しておきますので。ああ、後継者いいね、そうだよ、片付き見てよ、やってくれないとこれ、これ見たい。いやいや、あの別に今やったら本当にもうあれなんで、一応渡してきますね。わかりました。はい、あのさっき気づいたんですけど、はい、なんかわかんないけど、はい、あの漏らしてもいいようのついてるやつだったんで、これようのいいやつ。じゃあその第2回のこのイベントがあった際は、僕と周平さんで前説をこれでやらせてください。前説だっていいんじゃないですか。前説会場限定のね、要検討、はい、要検討です。前説も検討なんです、ね、じゃあ本番でやった周平さんやべえですね。ちょっとごめんなさい、本当に最後もそれで行っちゃうとねちょっとね、ほらやっぱりこのブリーフの部分を全部カットしたっていうパターンも想定したくないんですよ。はい、はい、なかったなかった。ということで、最後周平さん、あのちょっとまとめていただいていいですか。こんな素晴らしいイベント、お渡し情報なんですけども、本当にあのゲストの皆さんありがとうございました。で、あのね、やっぱりお客さんもね、何よりもこう足を運んでいただいたり、はい、ね、配信をご覧になっていただいたりということで、うん、皆さんのおかげでね、本当にこう番組が成り立ってまして、ありがたいことに、うん、あの番組の方も YouTube の方もね、たくさん見ていただいているということで、あのまだこうやらせていただけるということが決まって、うん、はい、懲りずにまたちょっとね、ぜひスタジオの方に持っていただきたいですし、はい、皆さんまたね、会談不思議な話送っていただけたらと思いますんで、こういうねイベントもまた第2回まあ考えます。まだ言ってない、大丈夫です、ね、まだ要検討です。その場に僕はいないかもしれませんが、僕はいます。素晴らしい皆さん、はい、熱意のある下さんとね、はい、共にもやらせていただいてますんで、はい、皆さん今後ともぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。ということで、締めさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、締め作業 OK です。やばい、なんかちょっと大人の方